20日、しまなみアースランドで市内の企業などが集まり、花壇の整備が行われました。しまなみアースランドを管理しているサッカー J3 FC 今治の運営組織、株式会社今治夢スポーツでは、月に一度スタッフが集まり、園内の清掃を行っています。スタッフ間の交流や結束力を高めようと、岡田武会長の発案で、4ヶ月ほど前から始まりました。今回は園内に広がるおよそ800平方メートルの花壇で、球根の植え付けや種まきが行われました。集まったのは夢スポーツのスタッフのほか、FC 周りとパートナー契約を結ぶ牛尾霊熱株式会社、そして社会福祉法人来島会のスタッフ、合わせておよそ40人。企業間での連携を図ろうと、今回初めて外部への協力を呼びかけました。この日植えたのは、チューリップ、菜の花、ネモフィラ、ヒナゲシ、ノースポールの5種類。種類ごとに分けて、およそ800平方メートルの花壇に植えていきました。参加した人たちは、球根や種が重ならないように協力しながら、丁寧に植えていました。またこの日は、イノシシの侵入を防止する高さおよそ1メートルの柵を山際に設置しました。アースランドでは冬になると、ミミズなどの餌を求めて下山するイノシシによる被害に悩まされているそうで、作業に当たったスタッフたちはハンマーなどを手に声をかき合いながら柵を張っていました。この日植えた球根や種は、順調に育てば3月頃に花が咲くということで、参加した人たちは来年の開花を心待ちにしながら協力して取り組んでいました。あ、先輩方とワイワイ言いながらコミュニケーションも図れていい機会になったかなと思います。疲れますけどやっぱりリフレッシュはできます。今正直ちょっと寂しいなというところがあるんで、まあ、来年の4月楽しみです。普通同じ部署としか話さないじゃん、あんまり。それが違うコーチと一緒に話したりして、ああそういうようなあの考え持ってんだとか、いろんなお互いを理解し合える、まずはこうお互いを理解しないことには、何そうやってグループで一つのことをやっていくというのは難しいと思うんで、まずは今うちの会社内とか周りの企業さん、スポンサーさんとかパートナーさんの企業さんということで考えてますけど、ゆくゆく市民の人もね参加してもらえれば、